こんばんは、プリティです。今ね、アマゾンプライムで無料で見れるんですけどシーズン1ね、まあ、これをね、おばちゃんおすすめしたいと思います。エイミー教授のミステリー講座、現代はね、ミステリー101というね、タイトルの、シーズン1ぐらいはアマゾンプライムで見れるんですけど、2以降見れないね。だからおばちゃんちょっと今困ってて、どっかでレンタルしようかなって考えてるんですけども。でね、このね、エイミー教授のミステリー講座、まあ、内容は英文学の教授であるミステリーの専門家のエイミーっていうね、女性の主役の方がね、まあ、そのミステリーに関する膨大な知識と知恵で、ある自分の生徒の事件でたまたま関わったトラビスというね、刑事がいるんだけど、まあこの人すごくね、イケメンなのよ。でね、エイミーっていう人もめっちゃ美人。で、ね、この、ミステリー系に入るのよ。しかもアメリカで人気のミステリー専門チャンネル、ハルマークムービー&ミステリーズで、2019年にスタートして、続編がね、どんどん出て、まあミステリー系では、まあすごく、まあ人気もあるんだけども、このドラマ困ったものなのよ。なんでかっていうと、このドラマ推理ものなんだけど、もうね、見てる人のほとんどが推理見てないのよ。違うものを見てんの。まあどういうことかっていうとね、まあこの絵を見てもらうとわかりやすいんだけど、エイミー教授のもとにね、警察が来るのよ。で、その、エイミー教授の生徒さんがちょっと行方不明になっちゃって、で、ある事件にね、関わってくるんだけども、で、その関係でね、刑事さんが来た時に、その刑事さんが、まあ、やたらイケメンなのよ。で、エイミー教授も、まあ、すごく美人なのよ。で、会った瞬間に、なんか、もう目が光ってんのね、キラ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 。なんか素敵だわって、お互いね、思ってんのよ。で、警察の捜査に首を突っ込んでいくんだけども、まあ、この人の助言がすごくね、警察が、そんなところに目をなんで向けなかったんだろう。あ、この人にちょっと助言求めようかなっていう展開になっていくんだけど、会えば会うほど、なんかもうね、二人がもう見つめ合って、なんか表情がクス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 したり、なんかもうニコニコしちゃうのね。で、エイミーのお父さんって推理作家なのよ。で、この刑事さんだって、まあね、イケメンだけじゃないのよ。もう清潔感あって、でも、真面目で、お父さんからすると、ぜひうちの娘と一緒になってほしいなっていう、もう誰、どんなお父さんの思うタイプの、もうめちゃくちゃハンサムな刑事なのよ。で、このお父さんがね、まあ、時々、なんか、エイミーと話してるときに、父がいなくなったりしようとすんのよ。刑事さんがいるときね。パパさんはさ、気遣って、なんか、二人がいるときに、ちょっといなくなったりしようとしたり、あと、二人が会うような状況を何度か作ろうとすんのよ。そうするとエイミーがね、なんでそんなことするの？彼とは、ちょっと誤解しないで。彼とはビジネスパートナーなのよっていうのよ。ああ、はい、わかった、わかった。パパ、余計なことしないで。本当ね、悪かったって言うんだけど、心の中ではね、いや、もうお前ら本当好きやんって。もう本当にね、もう誰でもね、みんなわかんねえよ。もう二人が会うとね、目がときめいてんの。だからパパがね、いや、わかった。余計なこと言わないから、本当よ、やめてちょいだしょ、いいの。いや、でも好きなんだろって、心の中でずっとね、お父さん思ってんのよ。で、エイミーの友達とかもね、彼とうまくいったっつ。え？あなたまでなんて、彼とはね、ほんと誤解しないで、ビジネスパートナーなの。ああ、はいはい、わかりました。でもお互い好きなんでしょ？もう心の中でも多分友達もそう思ってるのが伝わんのよ。会ってる時の目が違うじゃんって。素直になりなさいよ、お互い。好きなんでしょっていう。で、見てる視聴者さんとかも、おばちゃんも含めてね、思ってんねよ。いや、ほんと好きやんっていう。目がね、二人とも、もう、なんていうのかな、もう、表情もニコニコしてるし、目がね、輝いてんの。ピカ
カピカと、うん、これね誰が見てもねそう思うと思う。だからね、あの CD どころじゃないのよ、あの背景に流れる CD って結構ね凝ってて、あ、そういうことなんだっていう風にうなずいてしまうようなトリックとかもね犯人が考えてそれを追い詰めていくっていう背景はちゃんとあんのよ。でもそれどころじゃないのいや好きじゃんって、いやだってもう見ててわかるんだもん、絶対好きじゃんってそれがねもうずっと何話も続くの。え、まだ行かないの、嘘でしょって。え、ここまで二人とも顔つき合わせて接近してね。で、もうこんなニコニコしてて、もう犯人も捕まえていい状況なのよ。え、私を守ってくれてとかっていう状況よ。で、二人もずっと見つめ合ってんのよ。じゃあまた明日って、え？いかんのっていう。これ見てる人ね、全員思うから。え、行かないのっていう。え、パコんないのって。え、あのね、これがちょっと続くのよえ、いつパコんのっていう、なんていうのも、そういう思いでずっといんのよ、見てるこっち側はね。いや、もう多分見てる人全員だと思うわよ。エイミーがね、犯人追い詰めすぎちゃった時、結局凶器を突きつけられてもう危ないとこまで行ったのよ。で、そういうのを経験してるから、トラビスがね、犯人が分かったものの中の、その追い詰めちゃダメみたいなこと言うのよ。え、大丈夫よ私は。いや、もう前もこういうことあったし、君はね、なんかあったらもう、どうすりゃいいんだよっていう。え？どうする？捜査、ね、手伝ってくれる人がいなくなると困るとか、あと、警察のメンツが立たないかって、ね、だから、私に追われると困るんでしょみたいな。ちょっとね、意地悪で言うのよ。そうすると、君がいなくなったらどうすんだよって。俺はどうすんだみたいな、なんかね。そんなこと言った時に、それってっていう。でも二人がもうね、目を離さないのよ。いやもう、周り誰がいても絶対パコる状態じゃん。でもパコんないのよ。見てても、もう、え、どういうことって。それの連続ですよ、このドラマ。で、刑事のトラビスはトラビスで、いや、彼女は事件に協力してもらってる協力者なんで、みたいな言い方すんのよ。いや、でも好きじゃんっていう。誰が見てもね、そう思うのよ。いや、こんなことあるんだけど、あのね、エイミーが、ちょっと離れた、あの、地方かなんかで講演するのね。それを企画した、まあ、人物が元彼氏だってことを知った瞬間にね、そうなんですか。まあ、それをお父さんと話してて知ったのよ。で、エイミーのお父さんが、あ、じゃあこれからちょっと、あの、その講演見に行くからって。いや、でも寝てないけど、まあ、娘がせっかく講演するから、ちょっと行ってきますわ、っていうことを言った瞬間に、え？寝てないんですか？いや、じゃあ僕運転しますよって。あのさ、あの、刑事ってそんな休めないじゃん、急に。で、本当に休暇も出してないのよ。勤務中にお父さん、え？眠いんですよね。じゃあ僕運転してきますよ。いや、だって仕事あるでしょ。いや、お父さん、事故あったら大変ですからって言って。お父さんの、あの、運転をしてあげて、で、運転買って、その公園の場所まで連れて行くのよ。で、エミで、え、なんで、え、トイレどうしてんの？いやいや、お父さんが眠いって言ってたから、事故でも起こされると大変だしって。そんなさ、勤務中のお父さんを、地方まで、あの、車で連れてってあげるってもう好きじゃん。好きなんだけど、彼はね、いや、仕事を協力してもらってる協力者だっていう。嘘じゃん。絶対好きじゃん。とかね、あの、エイミーで、とか、例えばどっかのさ、会場とかにトラビスがいるわよ、みたいな、なんか友達に聞いたとするでしょ。で、そこの場所に行ったとするじゃん。あれ？どこにいるのかしら。まあ、私には関係ないけどって言うんだけど、目で追ってんのよ。どこにいるか、追ってるとか探ってんのね。で、あ、トラビスだって見つけたとするでしょ。で、トラビスはトラビスでエイミーに気づいたとするじゃん。そうするとエイミーはね、気づかないふりすんのよ、見つけたのに。で、トラビスは当然のことが言ってくるでしょ。あれ？エミどうしたの？って。ああ、トラビスいたの？これ絶対もう好きじゃん。絶対好きじゃん。でも、ビジネスパートナーって言うのよ。いや、もういい加減パコレやってね、思ってる人、多分見てる人の 99.9% だと思う。だから見てる人たちはね、ドキドキしちゃうの。え？いつその時を訪れんのって。でね、トラビスはね、どうして、あの、まあ、エイミーのことも 100% 好きなのよ。もう彼は言わなくてももうわかる、おばちゃん。あの、トラビスは言わなくても、
好きなのは分かってるんだけど、なんでガバっていかないかっていう理由をね、ふっとね、話す、まあ、回があんのよ。で、その理由がまあ、かっこいいんだわ。すごくかっこよくてさ。いや、まあ、それはいかれちゃうよ。だからね、いつ、エイミーとトラビスがパコるか。これがね、この、作品の見どころかな。うん。見てるよ、こう、ほんとドキドキしちゃうんだもん。いや、本当の恋愛ってそうだと思うわよ。会ったその日にパコるとかっていうのも、長い年月、その人を知って、なおさらその人を好きになるわけでしょ。で、気持ちが盛り上がっても、お互いのこと気にして、あ、今行ってもいいんだろうかとか、あ、ちょっともうちょっとよ、距離を置いたりとか、もうちょっとお互いを知ったりとか、ね、心が通じた時に行って、まあ、いろんなのを乗り越えてパコるわけでしょ。いや、まあ、素敵やね。本当にね、今の若い、まあ、東洋子の子たちにぜひ見てもらいたい。もう素敵なね。まあ、どっちかってこれ推理ドラマっていうよりも、恋愛ドラマだと思う。これだけはね、みんなにお伝えしたいと思うんですけども、もうね、ドキドキしちゃう。なんだろうこれ、もう、犯人に、近づいて、もう、あともう一歩で逮捕とか、あ、そういうトリックだったのね、とかっていうんじゃなくて、もうね、二人がもう、何もうこれ。他のね、バックに流れてる推理とか犯罪とかそういうのね、書き消すぐらい。もうね、目がもう見つめ合ってんのや。で、もうニコ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 したり、なんか急にクスッと笑ったり、お互いね。うん、絶対好きじゃん。そういうののね、連続の作品ということで、もうぜひ面白いんで、皆さんにおすすめしたい作品です。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。